東国、東国、東国、東の国とは、近代以前の日本における地理概念の一つ。東国とは主に、関東地方、万東と呼ばれたや、東海地方、すなわち今の静岡県から、関東平野一帯と甲信地方を指し、実際、奈良時代の先森を出す諸国は、東国からと決められており、万葉集の東唄や、先森歌は、 この地域のものである。なお、東北地方は、江見市や道の区と呼ばれていた。日本という国語が定められる前、大和がそのまま国全体を指す言葉として使われていた、当時、7世紀中央以前の古代日本においては、現在の東北地方北部はまだその領域に入って、おら、東北地方南部から、新潟県の中越、下越地方及び、九州南部は、 まだ完全に掌握できていない辺境であり大和の支配領域は関東地方北陸地方から九州北部までであったつまり東とはヤマトの東側特にその中心であった奈良盆地周辺より東にある地域を漠然と指した言葉であったと考えられているただし初めから東を東の意味で用いていたものなのか それとも元々は別の語源に由来する、東と呼ばれる地名もしくは地域が存在しておりそれが、マトの東方にあったために、後から東もしくは、東方全体を指す意味が付け加えられたものなのか、については明らかではない。東、東国という言葉が元々漠然としたもので、きちんとした定義を持って用いられた言葉ではないために、時代が進むにつれて、東、東国を指す、 地理的範囲について、様々考え方が生じたのである。これは、古代、おそらくは、律令制成立以前に、機内を防御するために設置されたとされている、東海道鈴鹿関、東山道不和関、北陸道荒地関の三世のうち、古来より、大和朝廷と関係が深かった北陸道をいた、鈴鹿、不和両関よりも東側の国々を指すものである。 事実上、機内の東部に位置する地域である。人心の乱では、大天王子、後の天武天皇が、東国に赴いて、尾張国、伊勢国、美濃国を中心とした兵にさらに東側の国々の援軍を受けて勝利した。これは、律令制に導入された先盛りを出すべき、東国として定められたのが、東東美国、品濃国伊東、道の区国。 英和に除く13カ国に限定されており、万葉集の先森歌にもこれ以外の国々の兵の歌は存在していない。これは現在の日本アルプスと呼ばれる山々の東側の地域と規定することが可能である。和の五王の一人とされる部が中国南朝の僧に出した上標文には東の盲人、エゾ55カ国を進むすと記され、また旧当初日本伝によれば、 日本の東海、北海には大戦横切りその外側に盲人住むとある。この大山こそが現在の日本アルプスでその外側の盲人、すなわち、ケノ国の領域が住む地を日本でいう東国であると考えられる。さらに、鎌倉幕府が成立した際に幕府が直接統治した国々が東国十三カ国と道の区、では両国であり、道の区、ではが、 後世に朝廷に掌握された土地であると考えると、大戦、日本アルプスより、東がイコール東国という図式が、この点でも成立する。今日では、関東地方と称せられる、この地域を、坂東、東国と呼ぶ例が多い。日本神話の英雄日本穂高、大和たける命が、東国遠征の会議に途中で失った妻、音立花姫のことを思い出して、 東の方を向いて嘆き悲しみ、薄にすかにおいて、東側の土地を、東と呼んだと得られている。ところが、その土地については、古時記は、足柄坂、足柄峠、日本書記は、薄い山、薄い峠であったとされている。この逸話を、直ちに実話とすることは、不可能ではあるが、奈良時代の律令制において、足柄坂、より、東の東海道を、 坂東、万島、薄山、より、東の東山道、未平定地の道の区、ではを除く、山東、三島と呼んだ。後に、江戸遠征のための補給、徴兵のための命令を、万島、三島に対して命じることが増加し、やがて両者を一括して、万島という故障が登場した。その書室は、俗日本紀人紀元年、二十四年の記事を、 最古とする。以後、従来の5期7、道とは別にこれらの国々を、万道の国々あるいは、万道諸国として把握されるようになり、エゾ遠征への広報基地としての役目を果たすようになった。その後も、地理的に一定の区域を形成した、この地区を一つの地区として捉える考え方が定着し、その故障も短縮されて、東国とも呼ばれるようになったと考えられている。 主に現代において東日本のことを指すこともある。ただし、東日本と西日本の境界については諸説ある。また、古代近世において、機内の東側にある国を総称して指すこともあった。北陸除く。具体的には五気七道の東海道、東山道、大三区に除くである。東北においては前述の通り古くは国内という概念がなかったとされるが、 時代が進むと、東北もその範疇に加わった。また、北海道も後の時代には、東国の概念に加わることもあった。飛鳥時代から平安時代にかけては、朝廷の政策により、朝鮮半島から多数の都来人、難民が、東国方面に移住、入植した経緯がある。六国史をはじめとする記録からは、これら半島出身者の東国への移住が、 朝廷により逐一把握されていたことがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。